ボナベントラ、ボナベントラ、ボナベンテラ、1221年から1274年7月15日は、13世紀、イタリアの神学者、数奇教、フランシスコ改総長、本名ジョバンニデ・フィデンサ、トマス・アクイナスと同時代の人物で、当代の二大神学者と並び称された。フランシスコ海学派を代表する人物の一人で、当時の流行だった。 アリストテレス思想の需要には批判的であった。カトリック教会の聖人。ボナベントラはトスカーナのバニョレア、現在のバニョレージョで生まれ、長じて、修道院に入ることをあらかじめ母親に定められていた。伝説ではアッシジのフランチェスコによる奇跡的な地位を受け、彼にちなんでボナベントラという名前を名乗ることになったという。1243年に、 フランシスコ会の修道院に入り、パリでヘイルズのアレクサンデル及びロケルスのヨハネに学び、その後を継ぐことになった。若き神学者としてボナベントラは、明大衆中会で注目され、1255年にパリ大学で神学博士号を取得している。パリ大学の教授を経て、1257年に若くしてフランシスコ会総長に選出されたからも、 彼の名声がどれほどのものであったかが伺える。総長としてロジャー・ベーコンのオックスフォード大学での講義を禁じ、パリにおいて南京状態においたのもボナベントラであった。彼はやがて教皇グレゴリウス十世の選出に貢献した功によって同教皇の手で数奇教に挙げられ、アルバーノの司教とされた。1274年には、当代きっての大見和学者として、 トマス・アクイナスと共に代理四公会議に招聘され、そこで活躍したが、同地で死去した。ボナベントラは、同時代の人々から、指定史的博士、ドクター・サラファカスと称されたが、真にその名にふさわしい人物であったかどうかはわからない。さらに、ボナベントラの歴史における位置づけは、ダンテ・アリギエリの新極天国編において決定的なものとなる。ボナベントラは1482年に、 教皇シクストゥス4世によって劣勢され、1587年には教皇シクストゥス5世によって教会博士に挙げられている。リオン版として修正された彼の著作集は、最初の3巻に聖書の仲介と説教集が、次の2巻に中世の進学者たちから最高の仲介と、 称賛されたペトルス・ロンバルドゥスの明大衆への仲介が含まれ、最後の2巻にそれ以外の業績が収められている。その中には、大電気と称される、アシジノ・フランチェスコの電気も含まれている。ボナベントラの最も優れた業績と言われるのは、それ以外に分類される著作である。例えば最も有名な、精神の神への童貞をはじめとして、ブレビロクユム。 諸学芸の進学への還元、ソリロクイウム、七つの永遠なる変歴、デセプテム・アイティン・ラバス・エイテア・ニータ・ーティスなどが収められている。ボナベントラの哲学者としての姿勢は、同時代のもう一方のオスであるトマス・アクイナスや、ロジャー・ベーコンとは際立った対称性を示している。それは、アクイナスらが、極めて初歩的なものながら、科学的思考を取り入れ、 アリストテレスの思想に基づくスコラ学を完成させたのに対し、ボナベントラのスタイルは神秘主義的で、プラト的思考スタイルを示すということにある。これは、系統的には、サンビクトルのフーゴー、サンビクトルのリカルドゥス、クレルボーのベルナルドゥスといった人々に属している。彼の思想には、純粋知性というものがないわけではないが、それほど重要なものでなく、 それより生の力や愛情といったものの方が重視されているのである。彼はアリストテレスへの系統に批判的であり、異端的なものが含まれていると考えていた。実際に世界の永遠性に関してアリストテレス思想の影響を受けていた数奇教たちと激しい論戦を繰り広ている。だが、ここで気をつけないといけないのは彼が影響を受けたプラトン思想は原点に基づいた。 プラトン思想ではなく、あくまでアウグスティノス理解によるプラトンであったこと、あるいはアレクサンドリア学派に由来し、ニセディオニシウスアレオパギタの理解によるプラトンであったということであった。ボナベントラの理解したプラトン思想はイデアが自然物の中には存在しないが、実体はイデア、創造者たる神のお心に沿って作られているというものであった。 他のスコラ哲学の研究者たちと同様、ボナベントラはまず理性と信仰の関係という問題から検討を始めた。ボナベントラの思想は以下のようなものである。科学というのも結局は進学に還元することができるものであり、理性はキリスト教思想からある程度の道徳的真実を乱すことができるが、基本的に神からの証明、照らしがなければそこに立ちできない。 魂が真実にたどり着くために欠かせないこの証明を得るために、祈り、魂の鍛錬、目想によってもたらされる神との一致が必要になる。人生の究極の目標はまさにこの神との合一に、ある、目想や知的なもの、強い愛のうちにある神との合一、そこへたどり着くことは、人生の中では困難であるが、未来への希望として残る。 神のことを思う魂は三つの側面があるいは段階を持っている。それはまずこの世界に見られる神の印、ベスティジャについての経験値をもたらす感覚の段階、次に神に似せて作られた魂そのものを吟味する理性の段階、最後に神を仰ぎ見る純粋地の段階である。この三つの神との一致の段階から三種の神学が生まれてくる。それは象徴神学、 固有神学、神秘神学である。各々の段階はさらに細分化し得るものである。それは感覚や想像を超えた世界を考えることで可能であり、言うなれば、神の印によって、あるいは神の印のうちに神への知識にたどり着き得る。第一のものには、物質存在の三つの特性、重さ、量、長さが含まれ、非造物の第二のものには、物質存在を超える存在、 すなわち、命を持ち、思考を持ち、三位一体の神への思いに我々を導くものでる。そのため、第二の段階においては理性を用いた創造、あるいは純粋知性による創造のうちに我々は神知識にたどり着きうる。第一の場合の三つの分類、例えば記憶、理解と意志、あるいはキリスト教の三つの徳である信仰、希望、 愛のようなものが三位一体の神へと我々の思いを導いていく。最後の段階において我々は純粋知性をもって神そのものを感想し、非存在は存在の不足であり、存在なしに成立しないという思考の必然性によって第一概念である神そのものを乱すことが切る。この完全存在の概念はすべてに勝って完全なもので存在のよりどころである。 この最高段階に至って初めて魂は、神の無限の善良さのうちに安らぎを見出す。この神の善良さは、人間の最高の能力である、最高精神、アペックスメンティスあるいは、シンデレイシスによって理解されるものである。神の、証明という概念は神秘神学ではよく用いられる、考え方であるが、ボナベントラは特にこの言葉に、キリスト教的な意味を付け加えた。 精神及び魂が、核も、完全に神にたどり着くことは、恩寵なしには達成し得ない。そしてこの恵みは、感想の中で、習得生活、感想生活の中でこそ得られる。感想生活は恩寵への最高の道である。ボナベントラの著作は全て感想の良い手引きになりうるが、決して、単なる感想家ではなかった。彼は、極めて高度な競技理解を展開し、 普遍について、古物について、古の理論について、純粋地についてなど、スコラ哲学的なテーマをよく研究し、深く掘り下げている。ボナベントラは進学を実践的な学問であると考えたアルベルトス・マグヌに共感を示し、彼の視点から見ればそのことが愛につながるのである。ボナベントラはまた、自然と神聖の寄与するところのものについて慎重に検討し、宇宙が 創造主たる神の御心に沿ったものであると結論している。そして事物は個性を神から受け、神の創造力によって形成される純粋な可能性であり、イデアによって振る舞うものであるため純粋値と別個に存在するものではない、と捉えている。このようなスコラ学的な思考法において、視点史的博士は、恩賢さと巧妙さを合わせ持っている。 これこそが彼の最大の特徴であると言えるだろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。